皆さんこんにちは、チャンタイです。パワプロ2017ペナント実況プレイ始めていきたいと思います。今回は交流戦楽天との2回戦をお届けしていきます。はい、ということで前回から楽天戦始まっております。前回はね、本当にこのペナント実況史に残る大熱戦の末引き分けということになりましたね。今日はね、なんとか勝てるように頑張りたいと思います。先発は岩本さんですかね。かりんさんがゼフ長から脱出しましたね。で、今回の育成枠は川子さんになります。うわっ、うっそ、ゼフ長が2人もいる。いやー、ちょっとね、ゼフ長だと相当使いづらくなりますよね。いやー、ちょっとメンバー変えますか、さすがに。じゃあサードミリアさん、ちょっとコメントでもいただいたんで、ミリアさん使っもっと使ってもいいんじゃないですかっていうのをいただいたんで、じゃあファースト相良さんでいきましょうか。じゃあ梅沢さんせっかくなんで4番で、どうしよっかな。3番で1番向井さん、こうかな。はい、このオーダーでいきましょう。ユニフォーム、じゃ前回この2だったんで今回3でいきます。前回茂木選手に結構打たれたような記憶があるんで、ちょっとね、今回抑えたいですね。まあ、1番バッターでもありますしね、茂木選手を抑えれば打線をね、波に乗せるっていうことも少なくなると思うんで。ちょっと甘がいっちゃった。あー、ダメか。ゲッツは無理ですね。アウト。野木先制のピンチを迎えます。バッターは4番ビーダー。第9、もうそれはわずかに外れています。危ない。第3球を投げました。よし、いいコース。第4球を投げました。スラーブはボール、平行カウント、投げた、危ない球。さあ9球目、うっそ、第3球を投げた、決まってストライク。投げた、顔の前通過。第5球投げた、ボール、カウントは3ボール2ストライク。ランナー自動的にスタート。やばい、ボールが抜けてる。投げました、見送ってストライク。いきなり満塁のピンチか。初球ストライク、インハイ際どい。うわ、惜しい。惜しかった。やってしまった。押し出し。バッターは7番銀次、投げました、ストライク。第2球、危ない球。第3球を投げました、三
よし、なんとか抑えた。楽天は小山投手ですね。ドロップカーブとフォークとフォーク、なるほど、変化量が違うフォークを2つ持ってるんですね。これね、球速が同じなんで変化量が違うだけなんで、ちょっと見分けが本当につきづらいんですよね。ただ多分おそらくどっちか、まあおそらく変化量が大きい方かな、フォークを多投してくるんじゃないかな。あのスライダーって持ってるピッチャーが誰だったっけ、いたと思うんですけど、その時も結局ね片方しか投げてこなかったんで、ほとんど多分まあ変化球4の方でしょうね、おそらく。これ今どっちだ、今の、あ、これ4でしょうね、4の方やっぱ投げてきますね。今のも4かな、多分高めなんで、あ、今のは4ですね。ちょっともうフォークばっか投げてくんな。よしよっ、あらによしっていうところだった。もういや今のフェアだったら、よし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 、ナイスカット。あー今の1かな、ちょっともう紛らわしいな、マジで。これちょっと厄介ですね。今のは4、これも4、もうフォークばっか投げてくるな本当に。きつい。小山今日は上々の立ち上がりです。2回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。先頭バッター初球を打った、1、2塁間へアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー小山、スラーブはもう、もうこの8番9番ですね、8番9番で確実にアウトを重ねていくしかないですね。楽天打線をうまく抑えるには。うわ、やってしまったマジで。小山いいバッティングを見せました。今シーズン1本目のヒットが出ました。投げた、ボール投げた、決まったストライク。第3球は3球目ストライク。自分で投げてみての感触なんですけど、岩本さんは右バッターの方がやっぱりちょっとね打ち取りやすい感覚がするんですよ。ただこう楽天打線って左バッターが多いんで、なんかね若干ちょっと投げづらさはありますね。右バッターの方が投げやすいですね、やっぱり。まあ、変化球の球種とかにも投げやすいとか言って打たれちゃった。もう、あ、まあでもそんなに左多くないか、そうでもないか、そうでもないですね。いや、むしろ右の方が多いかな。ちょっとね、今のも狙ったところには甘く入ってるんですよね。よし、ドロップカーブも変化量1の割には結構曲がりますよね。うん、あー、ダメか。これでツーアウト。
いやー、ちょっと小山投手打ちづらいな。何なんだこの打ちづらさは。3回の表、これからイーグルスの攻撃に入ります。初球引っ張る、やめて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 、危ない。第2球、2球で空振り、これで追い込みました。投げた、打ちました、セカンドチャン。うわー、マジか、取れないのか。投げました。あれ。ボール、ワンストライク。次は5球目、投げました。スラーを振ってストライク。肩越しにランナー見た。打った、流し打ち。切れていきます。ファール。投げました。嘘、嘘だ。待って待って。ストライクに見えたけどないわ。今ストライクだと思ったな。でもワンアウト取れたんで良かったですね。第2球、投げた、詰まらしてるのに。もう銀次ナイスバッティングです。野木なおもピンチが続きます。ここ塁待ってますけどね。スクイズ、スクイズないかな。第2球、投げた、内角低め、外れてボール、カウントはワンボールワンストライクです。いやー、ちょっとカウントは2ボール1ストライク。打ちました。よし、オッケー、堀さんナイスだった。いやー、このピンチ防いだの大きいですね。ただちょっと打ち込まれてるな。あー、ボールだって。もうナイスバッティー、オッケー。ここはね、バントできるんで。ちょっと慎重にいきます。よし、落ちろ落ちろ落ちろ、よし、まる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 、オッケー、向井さんナイス。いやー、いいバッティングでしたね。結構ギリギリでしたね、ホームも。ちょっと詰まっちゃいましたね。東京ドームからお送りしております。はい、ただね、1点入って同点。なんとかここから4差、粘りのピッチングで。ちょっとね、もうスタミナが結構減ってるんで、まあ5回ぐらい、5回かな。これだと5回、ファルか。よし、5回までで投げてほしいですね。5回1失点を目標に。おーっと、でもちょっとボール抜けてるな。少し迷ったか。次は5球目、いやー、うまく流されちゃった。バッターは2番、オコエ。今日オコエ選手にやられてますね。初球決まってストライク。まずは決めてきました。第2球、投げました。ストレートはボール。カウントはボール、ワンストライク。投げました。高速スライダー、ボール。カウントはツーボール、ワンストライク。一塁牽制、タッチセーフ。投球これから4球目。アウトロー空振り。次は5球目。打ちました。レフト前進、取りました。よし、ボールは中継。
楽天はあんまり足は使ってこないですよね、うん、だから、まあ、しっかりバッター勝負でいけるんで、その点に関してはちょっと楽かなっていう感じですね。よし、いやいいバッティングだったけど、これでワンアウト。なかなかこのフォーク捉えられないな。やばい、ちょっとこれなかなか打てないですね。山本さん、この回まで頑張ってほしい。やばい、持ってかれてしまった。いやーちょっと今のは甘いボールだったな、ミスったな。おお、ナイスキャッチ。危なかったですね。オッケー。まあ5回に失点ならゲームは作ってくれたんでね。一発目を持ってるけどなかなかど真ん中来ないな。抜けろ、どうだ、惜しかった。よし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 、一発秒来ないかなって言ったのが聞いたかもしれないですね今。よし、ノーアウト2塁。やっぱり相良さんの魅力はこの長打なんでね。いいバント、よし、いやー厳しい。よし、決まった。オッケー。ちょっと危なかったですね。もうちょっとね、下の方を叩いてたらフライになったと思うんですけど、よし、なんとか同点に追いつきましたね。じゃあここで変えますか。じゃあここね、代打出してもすぐ引っ込めちゃうんで、若月さんいきましょうか。いやーでも1点入りましたね。ただちょっとやっぱ楽天戦やばいですねこれ。もう接戦が、ちょっと待ってください、6ですよね、6回。
じゅんなさんいきましょうか。楽天もここでキャッチャーのところで細川選手のところで代打出してきましたね。ピッチャーのところはどうだろう、変えてくるかな、ちょっと微妙なところですよね。スタミナはまだ小山投手あったと思うんで、どういう継投してくるか。あこうなると変えてこないかもしれないですね、バントで。そうですね、よし、これはラッキーですね。いやーストライクだと思ったけど、よし、今日相良さんキレッキレですね、守備結構さっきからね攻守を見せてくれてます。6回の表が終わって2対2、さあここは守備を変えてくるようです。キャッチャーは出ました、岡島選手がキャッチャーになったんで、肩強いんですけど、この捕手の守備力 F なんで、こう、例えば盗塁したら、捕球してから投げるまでのね、時間が多少かかると思います、普通のキャッチャーに比べて。なので、これ盗塁チャンスだと思うんですよ。しやすいと思います。よっしゃー、向井さん、結構久々のホームランですかね、向井さんも。いやこれは気持ちよかった。ただまだ1点差なんでね、ちょっと追加点は欲しい場面です。抜けろ、よっしゃ、メリアさんナイス。ここ盗塁チャンスですね。盗塁、普通に盗塁でもいいですけど、今日3番が堀さんなんで、いろんな作戦もできます。いや全然ダメだ、あれもうちょっと走りやすいと思ったけど、それでもない。あー大丈夫か、さすがにでも堀さんなら、バレちゃった。よし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 、もう一度一塁送球、一塁送球、一塁送球、やってしまった、何やってんだマジで。全然走りやすくなかったですね、うん。じゃあちょっとここ鉄壁でいきましょうか、いつものリレーで。まずは7回レナツさん、で8回坂口さん、9回リリアさんのリレーでいきます。よっしゃー、さすがの安定感。投げました。初球空振り。タイミング合いません。投げました。もうこれは完全なボール球。カウントワンボールワンストライク。三球目ストライク。追い込んでいます。投げた。変化球はボール。カウントはツーボールツーストライク。打った。ピッチうわー、打ち返されちゃった。ボールは中継。アマダいいバッティングを見せました。さあワンアウトから同点のランナーが出ました。イーグルス。ここでダイスを出してきたか。よし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 、問題このバッターですね。うわ惜しいな。よし
よし、危なかった危なかった。よっしゃ、レナツさん防ぎましたね。よし、小山投手ですね。ツーシームとスライダーとフォークですね。さあ、ここはランナー出ない。いいんじゃない？ああ、惜しかった。打てません。打てません。それは打てません。これはどうだ？ゴンでもダメか。よし、これファーボールだったらちょっと、いや、まずは打席に集中して、ファーボール、なかなか、コントロールがいいんでね、福山投手。よし、ここはちょっと代打行こうかな。ではことこさん行こうかな。はい、ことこさん行って、でちょっとダイソーも時田野さん行きましょうか。よし、完璧、ナイスラン。やっちまったよ、もう甘いボールだったのに。もうこれで3アウト。7回の裏が終わりまして3対2。じゃあセカンド、ちょっと待ってくださいね。やべ、なんか分かんなくなってきた。じゃあ、ちょっとじゃあ、生駒さん使おうかな。生駒さん、あ、生駒さんここにしていこうかな。はい。じゃあ、これでいきましょう。さあ、ここは守備を変えてくるようです。8回の表、これからイングルスの攻撃に。じゃあ、坂口さんで。で、ちょっとごめんなさい。ちょっと細かいですけど、外野を入れ替えます。ピッチャー交代です。第9投げました。内角低めファーストレート投げました。打ちました。ボテボテのファーストゴロ。よし、オッケー。北野自分でベースを踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーありません。投球これから2球目。危ない球。第3球を投げました。内角低め、ストレートは外れてボール。カウンター2ボール1ストライクです。さあ、投球は5球目。投げました。見送ってストライク。第6球を投げた。インコース引っ張った。やめて、やめて。うーそ。打ったバッターは2塁へ向かった。銀次ツーベースヒット。乃木同点のピンチを迎えます。イーグルス大走塁。バッターは途中から入っている岡島。そっか、8番に岡島選手が。初球空振り。ここは打ち取りたいな。投げた。見送って、B
まだね代打多分楽天残ってるんですよね、いいバッターが。あと誰が出てなかったっけ。あ、今井選手がまだ出てないかな。いやー粘るなー。うっそー。あれ、これ藤田選手かな。おお、スランプ状態の藤田選手を代打で出してくるんですね。あ、今井選手いないですね。あ、ファーストで出てたんだ、守備固めで。なるほど、そういうことですね。さあ、ここはチャンスですよ。スランプ状態なんで、藤田選手。これバントをしてこないんですね。なんか次、茂木選手なんで、バントもありそうな場面ですけど。ゲッツ行こう。いやー、ダメだ、これ無理だ。ちょっと今無理ですね。いや、ここ大事な場面だぞ、マジで。あ、危ない。あー、危ねえ、マジで。よし、オッケー、よくしないと逆転した。いやー、危なかった、危なかった。ではそうですね、でもターニングポイントでパワーアップするんで、さすがに不調ぐらいでも大丈夫。あ、中田さんまだ打席立ってないですね。じゃあ中田さん行きましょうか。金戸投手はスライダーとシュート高めですね。落ちて、頼む。ダメ。これでワンアウト。さあ、今日2打点の向井さん。投球はこれから3球目。打ちました。内野だ、内野だ、内野だ、内野だ。ダメか。これセカンドが銀次選手だったらもしかしたらセーフだったかな。藤田選手は守備力が高いんで。はい、ではヨダさんサードにします。で、ちょっとセカンドもあやねさんにしよっかな。はい、で、ピッチャーをリリアさんで。結構ね、急セーブでずっと止まってる気がするんで、2桁セーブいきたいですね。今日はそのチャンス。よし、よっしゃー、ナイスキッチ。よし、いいよ。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。よっしゃ、2者連続。いいですよ、リリアさん。ただね、これ油断はできないですよ。ホームランはダメだよ。ホームランだけはダメだからね。よし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 。うわー、ちょっと。よっしゃ、間に合った。オッケー。よし、最後はリリアさんしっかり抑えましたね。いやー、楽天戦は本当にね、厳しい戦いになりますね、これ。もう去年の本当に楽天とはもう全然違う。もう、すごくもう、それは感じました、もうこの2戦で。
いやでもギリギリ勝ててよかったな。お送りしてまいりました一戦は3対2乃木僅差で勝利しています。そうですね、今日はやっぱりなんといっても向井さんの活躍がね、向井さんの2打点とスクイズの1点の3点だったんでね、向井さんの活躍がやっぱり、今日良かったですよね。一番今日が当たった気がしますね。多分この小山投手って楽天のローテーションの多分後ろのピッチャーだと思うんですよ、5番手ぐらい。なので次誰かな、則本投手かな、なんかちょっと次エース級のピッチャー来そうなんですよ。則本投手、岸投手、あと美馬投手とかもいますよね。いいピッチャーたくさんいるんで、次どうかな。ちょっとね、前回とこの試合でもね、かなり楽天ピッチャーにはやられたんですけど、でも最近この接戦になった時のね、このレナツさん、坂口さん、リリアさんリレーがね、なんか確立されつつありますよね。まあ、有名なのでね、JFK とかありましたけど、昔タイガースでね。この3人後ろにしっかりしたピッチャーがいれば、でも6回までで勝っとけばね、勝ちをもぎ取れるということになりますからね。うん、7、8、9を任せられるピッチャーがいると。はい、ということで、純奈さんが2勝目。で、リリアさん10セーブ、2桁セーブいきましたね。これね、今日も5安打だったんですよね。よく勝てましたよね、これマジで。いやー、よく勝ったなー。確か前回の試合もあんまりヒット打てなかったら 6本ぐらいあったっけな。いやー、でもなんとかギリギリで勝てたの大きいですね。はい、ということでね、次回勝てば楽天戦勝ち越しになりますね。で、ちょっと気になったのが、ベイスターズ、今2位にいるじゃないですか。なんかね、ずっとくっついてきてるんですよ。ゲーム差離れずに。なので多分ベイスターズもね、交流戦勝ってるんじゃないかなと思いますね。はい、じゃあ、そうですね、楽天戦。でも5月もね、そろそろ終わりなんで、5月の終わりにはね、また成績の振り返りなどもやっていこうと思います。はい、では今回はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。